こんにちは、コスケです。先日ワークマンの楽天市場店閉店しますよという動画を作りました。1月31日最終注文受付で2月末での閉店となります。なので今日の時点でもうワークマンの楽天市場店で注文することはできません。様々な事情がありつつも楽天の送料無料化の影響が大きいのかななんて思っていたんですが、実はね、違うようです。楽天市場店に続き公式のオンラインストアも実は2月いっぱいで注文を一時停止します。正確にはね、ここに書いてあるように銀行振込での注文だとか、あとはね、刺繍、裾上げなんかの加工を行う場合は2月14日の金曜日17時まで、バレンタインですね。それ以外の注文はこっちにあるように2月28日金曜日の17時までで受付終了となります。つまりね、2月いっぱいでワークマンのオンラインでの購入は楽天市場店公式オンラインストアどっちでもできなくなるということですよね。これがね、なんでかというと、タイトルにもあるようにワークマンは今後新しい通販サイトを立ち上げて全てのオンライン注文をそっちに一本化するみたいなんですね。楽天市場店の閉店も送料無料化の関係もあるかもしれませんが、どっちかというとね、ずっと前から計画されていた新オンラインストアのオープンに合わせてそっちに一本化するためということみたいです。3月16日に公開される新しいオンラインストア、調べてみると今までのオンラインストアのシステムとは注文方法から配送、受け取りまでね、全く違う、すごく便利なものになっているみたいなんです。もともとね、店舗受け取りだと送料がかからないだとかメリットもありましたが、配送まで時間がかかってしまうとかね、サイズがわからないから通販ではね、頼みにくいとか不便な部分もやっぱりありました。それがね、新しいオンラインストアではぐっと改善されて、よりスピーディーに便利な受け取りができるようになっています。一番大きな変更点はこの公式サイトに書いてある通り、全国に900店近くある既存の店舗を最大限活かした店舗在庫をね、オンラインで注文して受け取ることができるというシステムになるみたいなんですね。新しいワークマンのオンラインストアにはどんな特徴があるのか、めちゃくちゃ便利になったところなんかをね、今日は紹介してみたいと思います。消費者のメリットとワークマン側のメリット両方あるんですが、消費者側のね、メリットの中で僕がいいなと、これはいいなと思う部分が5つあるのでね、順番に紹介します。1つ目は店舗受け取りの場合なんですが、店舗に在庫があれば最短3時間で受け取りが可能になるということです。ここに書いてありますね。今までオンラインストアで注文をしたら、近所の店舗に在庫が並んでいてもオンラインストアからね、到着を待たなければ手に入れることができませんでした。オンラインストアが混雑している時なんかは、注文してもね、店舗に届くまで2週間とかかかってましたよね。時間がかかるのは分かっているので、ネットで注文した後に、店舗をね、プラッと見に行くと、たまたまね、在庫があったとか、そんなことがね、結構ありました。今年はキャンセルして店舗で買ってもいいんですが、2週間待つかなということもね、多かったんですよね。キャンセル手続き面倒ですしね。でもね、新しいオンラインストアでは店舗に在庫があるとその日にね、受け取ることができるようになるんです。ヨドバシカメラのオンラインストアも店舗受け取りできますが、あっちは30分ですけどね。一応ね、ワークマンでも3時間かかるものの店舗受け取りできるようになるので、とてもね、便利なシステムだと思います。そして2つ目なんですが、受け取り店舗が近くにない地域の場合は、直送に自宅配送になると思いますが、なんとね、最短で当日配送が可能になるようです。詳細はね、ここに書かれていないのでわからないんですが、おそらくね、近隣の店舗で在庫があるお店からの発送になるのかもしれません。本部からの発送だと当然時間かかってしまいますが、近隣店舗からであればね、注文も分散しますし、当日配送も可能なので、実店舗を活用するオンラインシステムというくらいですから、おそらくね、そうなんじゃないかと思います。これはね、あくまで僕の想像なんですけど、配送が早くなるというのは間違いなさそうですよね。今までのように注文が本部に殺到して大混雑して、
ちょっとしたね在庫のあるようなものの注文でも2週間とかね待たされるということはね、自宅受け取りの場合でもぐっと減りそうな感じがします。3つ目は店舗受け取りの場合、試着とサイズの変更が可能になるみたいです。ユニクロのオンラインストアは購入したもののサイズの変更だとか、マッチはね色の変更も可能だったと思うんですが、ワークマンでもねそれと似たようなことが可能になるみたいです。服をネットで買う場合の最大の問題というのはサイズと着心地のチェックができないことだと思います。それを改善するためのもので、もしね注文したものと違うサイズのものが店舗にあれば、まあ、その場でね違うサイズに変更することも可能になると、まあ、そういうことなんだと思います。試着も可能だということは、多分オンラインストアで注文して実際に店舗に届いて着てみたらいまいちだから買わないという選択もできるのかもしれません。おそらくね試着して買わなかった商品というのは店舗の在庫になるだけだと思うので、消費者側としてはオンラインで買い物の失敗を防げますし、店舗もねワークマン側もそれほど負担の大きくないシステムなんだと思います。これはね消費者としては結構ありがたいですし、ネットでの購入利用しやすくなると思います。4つ目はね、人気商品は新サイトで先行予約ができるようになります。今までだと人気の商品はオンラインストアの販売開始時間狙って一斉にねアクセスが来るので、サーバーがね負荷に耐えられず繋がらないということが多発していました。これはかなり不満に感じていた人も多いと思います。そこを改善するためのものなんでしょうね。先行予約することで注文開始に合わせてサイトに一斉にアクセスが集まるということを防げるのかもしれませんが、これに関してはね先行予約開始で一斉にアクセスが集まりそうで、まあ、どのぐらいね改善されるのかは未知数です。さすがに先行予約の方法を工夫してアクセス集まらないようには考えているんじゃないかと思いますが、もしねアクセスできない状況が改善されるのであれば嬉しいですよね。もしかすると今までのように早い者勝ちではなくて、事前に先行予約して抽選で選ばれた人が買えるということになるかもしれないです。まあ、このあたりねどうなるのかわからないんですが、それだとねつながりにくいという問題はなくなると思います。最後の5つ目なんですが、実はねこれが一番僕が注目しているシステムなんですが、店舗の在庫が公開されるみたいです。ここにね店舗の在庫をお客様に公開するためと書いてありますよね。今まで欲しい商品があった場合は店舗をねあちこち巡らなきゃいけなかったんですが、今後オンラインストアで在庫の確認ができるので、ワークマン巡りをする必要がなくなりそうです。これ結構すごくないですかね。便利ですよね。どんな感じで公開されるのか分かりませんが、商品を選んだら在庫のある店舗一覧が表示されるのかもしれません。今までね車で休日を使ってあちこちの店舗を巡って商品探し楽しくもありましたが、時間をかなり取られていたのも事実です。それがね解消されるわけですから、本当にね助かりますね。まあ、もちろん今まで通りワークマン巡りをして掘り出し物なんかを探すのも面白いんですが、やっぱりね欲しいものを探しているときは在庫のある店舗が事前に分かるとすごく助かります。ワークマン側としても一部の店舗だけ在庫が残ってしまうということも防げますし、問い合わせの電話対応もねかなりあるみたいなので、それも減らせて負担減になりそうですよね。これはねみんなが嬉しいシステムではないでしょうか。というわけで、これが新オンラインストアの特徴でした。今後受け取るための店舗もさらに拡充させるために、都心のターミナル駅周辺の商業施設に出店を検討したり、出店密度の低い近くに店舗のないようなところをなくすために、年間の新規出店を今までのね25店舗から40店舗まで引き上げるそうです。ワークマンの店舗ね、これからもどんどん増えて、より受け取りやすく、そしてねいつでも買いやすい、そんなねオンラインストアと実店舗をうまく組み合わせたシステムになるのかなと思います。今までのオンライン通販だけだと独自配送網だとか大量発送でねコストを抑えているオンライン専門店にはかなわないので、こうした実店舗があるという強みを生かした独自のオンライン販売クリック&コレクトとね、まあ、ここに書いてありますが、
今後はこういう方法でオンライン通販をやっていくみたいです。というわけでね、新しいオンラインストア3月16日昼の12時からオープンということになります。春夏モードが本格的に入ってくるのが3月くらいだと思うので、その頃めがけてオープンということになりそうですね。まだまだ確定した情報が出ているわけではないので、もしかするとね、ちょっとね違う感じになるのかもしれませんが、かなりね楽しみなのは間違いないですね。かなり期待できるオンラインストアになりそうです。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。